家電少女。皆さんこんにちは。家電少女というアプリをやっていきます。簡単に言えば家電が女の子になると、いろんなところでよく聞く系ですね。利用規約はもちろん同意、読まずとも全てわかっている。どんな規約があるか、どんな思いが込められているか、規約にわかってるぞ。はい、もしかして家電工場の工場長さんでしょうか。そうだな、俺は提督と呼ばれたり、サニワと呼ばれたり、親方と呼ばれたり、殿と呼ばれたり、いろいろこなしてはおりますが、一応工場長ということで。よかった、私今日から工場長さんのサポート役を務めさせていただく新崎しおりです。よろしくお願いします。おなしゃす。このプインってちょっとジャンプするね。え、もう喋らないの？もう手を抜くのか。そこで政府からの超重要任務を手助けするために派遣されてきました。派遣者にね、工場長さんのお名前はあれ何でしたっけ、ということで、私は川田と申します。よろしくお願いします。あ、招待コードだと。これは後からでも、よーし、誰からもらおう。あとあれだね、俺の招待コードを晒してみんなからもらってガッポガッポゲッヘゲッヘっていうプレイしてもいいですか。家電情報が流れてたね。川田さんでしたね。実は私、右も左も前も後ろもわからない、どのつく新人なので、大丈夫、俺もだ。そもそもなんでこんな大役を新人任せるのかっていう感じなのですが、でも上層部には何か考えがあるみたいでして、まあとにかくこれからいろいろご迷惑をおかけするかもしれません。でも一生懸命頑張りますので。今何でもって、あ、言ってないか。お、喋り出した。そこまでなんだ。もうちょっと頑張ってよ。手元の資料によると、協力してくれる家電少女さんがいるとありますが、まあ、簡単に言えばあれでしょ、あの洗濯機とか冷蔵庫とかが女の子になると、電動マッサージ機とかいるのかな。どんな場所でもバッチリ映す。工場長、一緒にツーショット写真撮ろうよ。 OK、 一眼レフってことなのかな。あ、その格好もしかして一眼レフカメラの子ですね。あれ、大丈夫ですか。なんかカメラ思いっきり胸つってますけど。そういうことは言っちゃいけません。こういう偽装に関してね、突っ込んじゃいけません。こういうコーディネーターなの、機能たくさんあって便利なんだから、撮るからよく見てね。オートフォーカス、高速シャッター、パシャ、はい。そこまでか、なるほど。得意な洗い方はもみ洗い、洗濯機だ。専門は物理学、重そう。特に流体力学です。なるほど。よろしくお願いします。液体がね、グイーングイーンと回転するからか。その両脇の洗濯機、洗濯槽か、洗濯機家電少女さん、しずると言います。なんでしずるって言うんだろう。静かに流れるってことか。最近の洗濯機はあれだからね、静かだからね。シャツ洗ってくれない。俺もちょっと何洗ってもらおうかな。計算だと1分かかりません。なんだと、俺より早いぞ。洗濯は1日1分までっていうぐらいなのに、それを超えるとは。で、すいません、電子レンジ、これはレンジちゃんか、オーブンさん、レンジだよね。このさ、レンジの上にさ、パイを乗せてるのあざといね。で、こういう家電少女たちの紹介があるわけと。で、なんかガチャとかあって、そんでレアな家電少女とかが手に入ったりとか。何がいいかな、どんな家電があるのか。はい、今説明してる暇はありません。ひとまず私と一緒に現場、おし。お、これはあれか、ドラゴンでパズルでなんやかんやをする系なんじゃないか。もうわかったぞ。大丈夫、もうすべてわかりました。なるほどね。で、レア、ノーマルと、あと属性があるでしょう。なるほどな。あとターンがたまるとスキルが打てるんだろう。なんとなくわかるぜ。突然なんですが、このパズル画面で戦ってもらえますか。強引だな。白にいると、ここにチームメンバー、これが俺たちの HP ゲージが148。電力パネル、なるほどね。なんかあれより多いね。ちょっとちっちゃいと、クリ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 って回しづらそうだな。縦または横に3つ、なるほど。で、横1列とか縦1列にすると全体化とかあったり、あとはちょっと強くなったりとか。電力チップは1マスしか動かさず、ん？動かせませんが、電力制限時間内なら何度でも。1マスずつ、何？じゃああれ、タップして掴んでプル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 って動かすってわけじゃないのか。もうやってみないとわかんねえな。あ、あいつが敵です。なるほど。なんだあれ、掃除機か。私が戦いの指示をしてみます。このまずチップを動かしてみましょう。あー、なるほど。チップを動かすと制限時間ゲージのカウント、左上のこれね、6ゲージがなくなるまで。なるほど、何度も攻撃して効果、えい、今は
こういう風になんていうの、魚眼もう指示通りにしか動けないけど、なるほど、こうやって貯めていって故障やりました。じゃあ、すが、まだ奥にも敵がいるみたい。必ず勝利の一枚を収めるわ。なるほど、あ、足のさ、ニーソンのところがあのフィルムになってていいね。さっきのまず右の敵、こうやって、あ、まだか、ここタップこうか、なるほど、こうやって集中できると。一応このバトルもマジか、で、これで青が揃う、赤が揃う、この光属性揃う、こうなってハートは回復と。多分属性に応じたやつしか攻撃できないでしょう。だから一眼レクちゃんはこの何黄色のやつ、これは何属性なんだろうね、光属性なのか。敵の時計マークの数値が、あ、知ってますなんでか知らんけど知ってます。それは修復チップ、この回復のこれで3つやるとピロン2コンボ、制限時間内に何コンボをつなげられるかってわけだね。4枚のチップ、ほうほう、5枚以上のチップを消すとさらにもう1ラインのチップが全て消えるみたい、まあ、簡単に言えばいっぱい消そうってことだ。一気に畳み分けましょう。そろそろ自分で動かしたいな。機能チップ、家電少女さんの電力が 100% になったみたいです。機能チップをタップすると、あ、なるほど、こっちの上側のあれじゃなくてこっち側のパズル側の方をいじるんだね。すごい威力なんだろう、テンプレの、あ、ボスっぽいねこれ。あ、体温計、へえ、頑張ってください。どうしようかな、まず護衛からやっつけるで、ぴょんぴょん、これ、俺を動かせ、俺を動かせばなんかどうにかなるぞっていう、そういう合図か。ピーンして、ほい、いっぱい揃えて、あ、しまったしまったちょっと焦っちゃう、あの違うんだ、あのドラゴンなあれの癖で動かそうとして、やべ動かせねえってなってるんだ。だからちゃんとあのソロ、このなんだろう、真ん中にさ、何、逆 L 字型の青があるじゃないですか。それとかもあのなんていうの、緑をプリプリって動かして横一列に揃えたいみたいなさ、なんかそういうのあるでしょだからあの癖でやっちゃいけないってことだ。で、一応連鎖とかも考えていった方がいいのか。で、どんどんペッペペッペ動かした方がいいね。7段目、じゃあ急いで、あれ、あ、ダメなんだ、固定してくれないんだ、そういうとこは。ちゃんとあのなんていうの、これが消えるとこじゃないと、消えるときじゃないと動かせないってことなのか。ちょっともう一回検証してみよう、後で。ほい、やっつけました。ちょっとハゲたりしないんですかね、あの衣類の方がハゲたりはないんですかね。勝つとし、確かポルトガル語でピントってあの男性、なんでもないっす、 MVP と。で、ここはあの接待プレイなんで、ソシャゲ接待プレイなんで必ずランクが上がるとか知ってる。最初のうちはね、ブリブリ上がるんだよね。おう、あれか、なんか合成とかそういうの以外にも普通に戦闘に出すとレベルが上がる系か。ここは拠点となる工場画面、データを最新しなければならないはず。あ、これね、ボイスなしダウンロード、いや一括ダウンロードしましょう。なるほど、ここまでのチュートリアルは簡単に進めるために簡易的なダウンロードで済ましてあると。じゃあダウンロードしておきましょう。いちかちゃん、これタップすると多分他のが、あ、これ何、エアコン、おー、へー、これは何、ターホー、インターホン、インターホンのタオちゃんキヨか、これはなんだ、掃除機か、掃除してくれるって、あの掃除機だね。しずくちゃん、これは冷蔵庫、マイコ、炊飯器、はあ、米で前ね。で、あかねちゃん、これが、どこに書いてある、小悪夢的な、騒音が大きい、これなんだ、電気か、あ、違う、ひげ剃りか、あのちゃんと読まないとダメだったね。なるほど、シェーバーね。こっち、コナミ、これはラジカセか、ラジオか、ラジオの家電少女、へえ、カリナ、これはトースターか強そう、発射しそうだね、そっから。なるほどね、てか声も聞けるんだね。チーン、やばい、遅刻、電波に乗った、いろんな情報を伝えたい、深掘りして、深掘りしてほしいの、
あ、ダウンロード終わっちゃいそうだな。あ、いいねこの子。一生懸命お米さ炊きますんでよろしくお願いします。今の子いいな。平熱は4から10度ですの。はじめまして工場長、清香と申します。すいません工場長。なるほど、残りは実際に手に入れてと。今回の任務に向けて政府から家電石、あ、魔法石、なるほどね。家電石は稼働症状を開発するために必要なものです。これね、ガチャ、ムフフ。今コレクションを味わってるとこ邪魔しないで。25個必要なんですね。はい大丈夫です。まあ偶然にもちょうど25個ありますねってやつか。あ、1日1回無料とかそういうノーマルガチャもあるのか。なるほど、25個消費して、はい、さあ何が出るかな。これはリセマラできんのかな。まあ今回はしなくていいや。 SR、 おお、ドラム式洗濯機、ドラム式洗濯乾燥機か。うちもドラム式の洗濯乾燥機だぜ。やったぜ。悪くはないのか、スーパーレアショー。あんたなんかにドラムの凄さ理解できるの。ヒートポンプ式、あ、うちのやつもね、確かね、ヒートポンプ式ってやつ。ちょっと待って、今うちのやつのあの型番見てくる。ね、うちのやつはね、パナソニックの NAVH310L ってやつ。ちょっとね、スリムなやつで置きやすいって感じのやつだった。無事に開発が成功しましたねと。リーダー機能、リーダースキルね。下のあれか、属性、青属性の HP を 1.6 倍。へえ、いいんじゃないの。切り替え、チームリーダーとフレンドのリーダーがリーダー機能。なるほどね、ノラのフレンドっていうか助っ人だと多分ダメなんだろうね。よし、この子をリーダーにしようか。夜景デート、もちろん任せて。夜景モードがあるから夜は他の子には負けないわ。こうやって何リーダーにしてる子のボイスがあるというわけだね。1日1回政府からログインボーナス、やったぜ。毎日朝4時、最大12日しか保存してくれないと。任務を達成するといろいろ報酬がもらえると。でクエストをこなしていくと、チュートリアルは同じ終わりと。あとはよくあるソシャゲと同じ感じかな。お疲れ様です。あざーす。工場長、本日のログインボーナスです。マホ、スマホのマホちゃん、多分あの経験値のあれかな。パッと見いっぱいいたし、ボイスが止まらない。50万ダウンロードもうそんな突破してんのか。で今やってるキャンペーンのやつで家電少女50万、で家電好きは50、これで2回できると。あともう一つね、俺事前登録をしてあったんでそのシリアルも入力しよう。なるほど、これが事前登録ね。家電石が25、黄色ガラス、紫ガラス、多分進化用のアイテムかな。黄色ガラス、特に何も書いてないね。進化用とか、あ、効果、強化用、強化で利用する強化資材で属性があるからそれに適したのに入れましょうってことだね。ボイスはないのかい。スマホのマホちゃん、いいね。ん？今何でもって言ったよな、言ったよな。なるほど、これは強化用ってわけじゃなく普通にあれか、なんか仲間キャラか。で現在75あるんでもう3回行っちゃいましょうか。で1日1回無料のやつもあるな。まずこっちから行ってみるか。ノーマルガチャ、セイラインクジェットプリンター。工場長さん、私の好みの色に染めちゃおうかね。またパイを乗せてるよ。インサとインクがなくなったみたいだよ。インクって高えよな。お腹のカートリッジ取り替えてくれるかい。いいよ、こっちのガチャ行きますか。まあ、開発ね、開発って言わなきゃ。ガチャ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 、このバーンって挟むのがあの何だっけ、ダービー兄弟のあれのスタンドのコインにするときのあのバーンってやつ。お兄ちゃんの方かあれに見える。キーボードの弥生ちゃん、普通のレア枠か。今頃気づいたの。そうよ、私パンタグラフ式よ。薄いけどしっかりした打ち心地でしょ。
結構ね、ボイスも何種類かあるからね。私、水で洗えるタイプなの。あ、いいね。驚いた？確か。さっぱりしたいから、たまには背中流してよね。おお、いいね。キーボードの上って結構汚いって言うからね。バーン、白心。普通のレアか、ミキサーのミキちゃん。ほら、はっきりしなさいよ、工場長。飲むの？飲まないの？飲む。私のスムージー。飲む。飲む。エスプレッソマシーン、あ、いいな。俺コーヒー好きだからさ。いやはや、バタバタしちゃってすいません。でも今超こだわりの一杯入れますから。おお、ラテアートかな、手に持ってんのは。これぐらいにしとこ。やっぱボイスを前面に出したいからね。で、この時間限定クエスト、ゲリラクエストとかを通知で教えてくれるのはいいね。で、編成強化改造出荷、あー悲しいで、一覧が見れるのが家電少女の部屋と。で、現在だとね、多分コストが足りないんだろうな。とりあえず入れられるやつだけ入れてみるか。結構なんとかなったな。割と余裕があるのかな、それともまだそうでもないのか、そこまでレアでもないのか。 SR もちょっとまだわからんけどね。とりあえずこんなメンバーでやっていくか。ということで、俺の招待コードがこちら。これを入力すると、俺に石が石が舞い降りてくると。もしも余裕があれば、俺に入れてもいいよって方がいたら突っ込んでくれたらなと。この ID が俺のやつか。これを入力したら多分フレンド申請ができるのかなと。とりあえずはまだフレンド0人なんで、もし来たらバンバン突っ込んでいこうと思いますんで、よかったら登録してくださいということで、まあ、家電少女こんな感じのゲームです。とりあえずは、まあね、こういう終わりのないゲームだからどこまで続けるかわかんないけど、洗濯槽クリーナー入れてしばらく遊んでいこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。いいって、工場長。ありがとうなんて言わないから。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は、動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。メインのチャンネルを登録してくれたにゃー。